そこ行くお嬢さん、こんばんは。ずんだもんじゃない、どうしたの？本日は業務スーパーで業務用らしい商品を購入してきましたぞ。これはフランクフルトかしら？さようでございます。しかしですな、今回は少々変わっておりまして、生フランクなのです。ぬぅ、冷凍なのに生なの？一般的にスーパーで販売されているソーセージはすでに加熱されているため、そのまま食べることができるのですが、中には生の状態でパック詰めされ商品として販売されるものがあるのです。ってことは今回のものは生のフランクフルトを冷凍したってわけね。イグザクトリー。なので今回は解凍してから火を通して使用しますぞ。解凍時間の目安は3時間となっております。大きいから時間はかかるのね。お値段は10本入りで848円になります。1本90円以下なら安いわね。しかしですな、原材料を見ると豚肉より鶏肉が先に来ておりますので、鶏肉を多く使用しているようです。フバのウインナーで経験済みですが、鶏肉が多いと食味が落ちるので不安ですな。確認はこのくらいで良さそうですな。では重さを測ってみましょう。袋込みで 1054g ね。それでは物を冷蔵庫で解凍していきますぞ。ぎゅうぎゅうね。はい、パターン。実はですな、生を冷凍してあるのに気づいたのはここなのです。そっか、普通なら形を保ってるけど柔らかくなってるから曲がっちゃうのね。まずは中身を見ていきましょう。すごいわね。どうやら一つなぎになっているようですな。本格的ね。つなげた状態では面倒なので全部切ってしまいましょう。ねじってあるところが元に戻ってしまっていますな。あまり動かさない方が良さそうです。最後だけつながっていませんでしたな。ここが切れ目だったのでしょう。沸騰するかしないかくらいのお湯で15分ほど茹でていきます。これで火が通るのかしら？どうでしょうな。通るとは書いてありますが、申し訳ございません、沸騰させてしまいました。くさ。取り出していくのですが、念のため1本切って火の通りを見てみましょう。大丈夫そうね。いつもならお嬢様に食べていただくのですが、まずは私めが味を見ていきますぞ。確か鶏肉の割合が多いのよね。ちゃんと大丈夫か確認したいのです。ハチマキズンダモンも飲むんだ。こちらはイオンで購入したものなのですが、北海道の発泡酒みたいですな。青色なんだけど。すごいですな、サイダー色ですぞ。あまり美味しくありませんな。直球すぎる。切った感じは問題なさそうです。ではいただきますぞ。はい、どうぞ。なるほど、皮がしっかりしていて香辛料がバシッと効いていますな。しかし何でしょうな、油感はあるのにチキン味でびっくりします。うまいまずいではなく、この見た目で慣れた味がしないので感覚がおかしくなるのですな。このままお出しするのは厳しいので少し焼いてみますぞ。変わるものなのかしら？ではこちらを召し上がってくだされ。焼き目がついて美味しそうだけど、さっきの評価を聞くとちょっと心配ね。隠し味でケチャップを少量入れ込んでいますぞ。皮がパリッとしていいわね。ケチャップが入ったことでチキンっぽさが薄まってるわ。肉肉しいから食べ応えがあるわね。茹で焼きしてソースをかけるのが良さそう。これなら大丈夫そうですな。ではこの状態での星評価をお願いします。そうね、4と5で迷うけど星5でいいんじゃないかしら。茹でるまでだと味が微妙だから、焼き作業や追加の味付けは必要ね。でも手直しをすればそこそこいけるから、それで1本90円ならお得だと思うわよ。
熱々のホットドッグで食べるのがいいんじゃないかしゃ。なんとかなって一安心ですぞ。でもこの量は家庭向きではないわね。そうですな、残りは数回に分けて食べるとしましょう。本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、ごきげんよう。